ということで、ちょっと小声です。こんばんは。でもちょっとしかしません。なんかね、結構ちょっとねハードだったのでね、明日もあるしね。てか昨日から、昨日東京に来てリハして、で結構遅くまで一日中リハして、今日もう本番の後もリハしてたんですよ、明日の。なので結構クタクタなんですけど、最近ショールーム全然してなかったからやろうと思って、で差し入れかな、なんかケータリングでミスドがあったから、それ食べます。ただの魚さん、クマありがとう。あのホテルなんで、なんかライトがめっちゃ暗いんですけど、気にしないで、ホテルなのでちょっと明るくできなくて、なんか明るい白いライトがなくて。クマありがクマです、ありがとうございます。ホイキエさん、ラントゥーリブさん、ダルマありがとうございます。サシス清掃さん、エトランスさん、ハートありがとうございます。今日来てくれた方いるのかしら。今日は NGT さんと HKT の合同でブースティーファン祭りっていうフェスをしてて、朝とか昼くらいまでは、ハイタッチ会とかトークショー善悪的なことをしてて、善悪っていうか、なんかそんな感じ、普通のそういうイベントみたいなしてて、で夜にライブをする、夜っていうか夕方くらいからマジで 2,3 時間ある普通のライブ、普通にコンサートですね、コンサート、ミニライブとかじゃなくてガチで普通のコンサートっていうことを、今日1日目で、明日も同じことがあるんですけど、今日はで、そう、しかも NGT と HKT で曲を入れ替えてシャッフルとかしたりして、とか NGT の曲を何曲か覚えたりしてまして、今日はね、私は、あれを HKT みんなで、あの曲をしました。あのさ、いや別に、あの中井梨花さんの卒業シングルので、玉入れ対決もした。配信とかなかったから来てない方はちょっと分かんないと思うんだけど、今日の内容、玉入れ対決、 HKT と NGT で玉入れ対決とかして、とかも曲も盛りだくさん、ちょっと聞いてほしい。なんか HKT の何人、 HKT の全員じゃないんだけど、 HKT でメイクノイズを今日したんですけど、なんかメイクノイズってさ、ちょっと知ってる人は知ってると思うんだけど、メイクノイズは1サビ終わりね、飼いならされていた、チュ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 ンって、いつも通りの感想の振りがあるじゃん。これわかんない、見てる、わかる人にしかわかんない話でごめんなさいなんだけど、メイクノイズで感想があるのは、こう3グループに分かれて感想を踊って、で最後にみんなでギュッとして、こうみんなで踊って、落ちサビに行くんですよ。どういう顔でなければいいの、誰かのことを待ってたのよっていう構図になるんですけど、なんで今日配信なかったの、もう今日のメイクノイズめっちゃ見てほしかった、マジで超頑張ったのみんなで。あのメイクノイズ、今日やったメイクノイズは、いつも通りに、まあ3グループで完走するじゃん、タッタラチャ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 全員でこういう振りわーってやって、こうやって終わりなんですけど、今日はそっから1分くらいダンスがありました。1分はちょっと嘘かな、でも40秒くらいはあったかも、30秒以上はあったはず。そう、タンタンタタラ、しかもその振りがもう、HKT のダンスの先生がもう渾身のダンス振り付けみたいな、もうゴリゴリに踊るやつ、もう急に床に倒れていくみたいな、なんかブランブランって、なんで今日の映像マジで見てほしかった、来た人しか分かんないやつ、ほんとに見てほしかった。バンバンバンじゃんって、なんか床に這いつくばったりして、でしかもそこで終わりと思ったらまだ続くみたいな、チャン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 
ていうことをしたんですよ。でもこんなん口で言っても分かんないでしょ、来てない方想像つかないよね。でどういうことかというと、再現してみていいですか。飼いならされていたん、であっちのチームが踊ってる、ダラチュチャンピュンピュンで肘が踊るんですよ。あ、ひじるのチーム、じゃ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 んじゃんじゃんで真ん中がダダラダダダダラダダダンダンってこうセンターがヒーローだったんですけど、ヒーローがこううちら集めて、で全員で集まってダダラダダダダラチュワンツースリーフォーでこう床に倒れて、こうぐるぐるワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンツースリーフォーファイシックスセブンエイダラララララララチェン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 ダラチェン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 、こういう振り、ダラダン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 チェンチェンチェンテンティ、こういうことをしたの。でも本当に大変だったから、もっとみんなに見てほしかったって、マジで大変だったのって話。でもみんなかっこよかった、私も出てたけど結構かっこよかったですよ、メイクのやつ。みんなは来てない人は、行ってた知り合いとかいたら感想聞いといてください。え、そう、今日すごかった。明日の対決はサーターアンダギーレだって。あ、やるかもしれませんね、サーターアンダギーレ。玉入れならぬ。 NGT の人と話した、4期生さんかな、4期生わかんない、何期生かまではちょっと把握してないんですけど、昨日のリハーサルで、NGT の曲をみんなでやったり、 HKT の曲をみんなでやったりしたんだけど、その時にリノとひじりが NGT の曲の振りの正しいのがわかんなくて、2人でわちゃわちゃしてたら、NGT の4期生かな、多分のこまちゃんっていう子が、教えましょうかって言ってくれて、シャブットピンクの振りを教えてくれました、こまちゃん。で今日君どこしたんだけど、みんなで君どこのペアだったのは、それも4期生さんかな、君どこのペアが一緒だったのは原ちゃん。話したっていうか、まあまあちょっとなんか雑談とかは別にしてないですけど、この振りこうですよねみたいな話をして、明日はちょっと誰かと写真撮りたいですね。メイクノイズ良かったでしょ。玉入れは HKT が勝ちました。そう、人数がちょっと倍くらいいるので HKT そう、メイクノイズ見てほしかったです。そう、メイクノイズはしかもすごい、すごいっていうか、普通コンサートやるときってリハーサル普通1ヶ月前とかにやるの、本番の1ヶ月前くらいにセトリが展開されて、そこから覚えて、演出家さんとリハーして構成つけて練習してみたいな、各自練習してまたコンサート近くなったらまたみんなでリハーしてみたいな感じなんですけど、今回なんとリハーサルが始まったの本番の1週間もなかったと思うんだけど、今日が本番だったから、でも今週くらいにリハ始まったので、それまでセトリも全然知らなくて、なんでみんなも覚えるのも本当にたくさんあったけど、急ピッチで、メイクノイズの振りも今週振り入れしたばっかしで、みんなめっちゃ頑張ったんですよ。それは多分 NGT さんも HKT の曲たくさん覚えなきゃだったし、まあ、まだ明日あるんですけど、 HKT も NGT さんの曲めっちゃ覚えるやんとかで、もう本当に大変だったのね。なんか例えば1ヶ月、いつもの HKT のコンサートで、これまだ配信切れない、いつもの HKT のコンサートで1ヶ月前にリハやるときって HKT の曲が多いから、まあもともと覚えてる曲とかも多いので、まあ、覚えるの 3,4 曲かなみたいな感じ、多くて6曲とかだけど、今回はもう全部やったことない曲とかすごく多かったから、みんなめっちゃ大変でした。そう、でも他のグループの曲ができて嬉しい。しかも私 NGT さんのファンだったので、めっちゃね、明日とかもちょっと嬉しい曲ができる、うん。そう、メイクノイズかっこよかったって、ありがとうございます。もう
あ、今回のメイクノイズはね、しおり先生ですね。メイクノイズなんかアレンジしがちよね。前もコンサートでハルタンさんバージョンのメイクノイズしたりして、でも私ダンス曲好きなのでメイクノイズ楽しい。そう、なんかね、うん、ダンス曲好きなんだよね。もう止まらない観覧車とかも好き。私は止まらない観覧車の方が上手に踊れるけど、メイクノイズよりも。でもダンス曲好きです。そう、あ、ミスド食べるの忘れてた。ミスド食べないのよって、食べるの忘れてた。喋ってた、メイクノイズの話して。メイクノイズはとにかくみんなで頑張りました。じゃあティッシュね、ちょっと待って、よいしょ。これゴミ箱の、よいしょ、ちょっとティッシュこぼしてみる。ティッシュを、机にティッシュを引いて、うん、そう、メイクノイズ嬉しい、みんな褒めてくれて。すけしげさん、なかさん、ハートありがとうございます。あ、私が今からさっきね、車両の帰りの車両でおにぎりとドーナツ食べちゃったんですけど、めっちゃ動いたからもう一個食べ、なんか今日めっちゃ食べてるんだけど、お弁当もケータリングも豪華で、めっちゃすごい食べてるんですけど、マジで動いてるから許してほしい。どっちにしよう。でもニキビできそう。まあいいや。うわ、私これ、うん、今ちょっとでもな、これにしよう。ココナッツのやつ食べます。ココナッツのあのやつ、私ココナッツ好き。でもこれ両手で食べたらコメントスクロールしにくくなる。まあ、いただきます。めっちゃうま。うん、私ショールームするのどれくらいぶり？でもいろんな、そう、最近 MC とかでも言ったんだけど、あのね、リノエル、リノエルとヒーローとヒジロー、ヒジリとヒーローでヒジローっていうコンビ名にしました。リノエルとヒジローで4人で、もう何回も、何回もはちょっと嘘、何度かご飯行ってて、めっちゃ楽しいの、それが。またね、タイミングあったら行こうっていう話してて、まだ決めてないけど、そう、楽しいんですよ。そう、4人でね、そう、リノエルがめっちゃヒジとヒロ仲良くしようっていう作戦をやってくれて、でも順調、仲いい。あー、今日ヒロと写真撮ろうと思って、明日撮ろう、忘れてたよ。そう、ブルーロックの2期が始まったんですよ。やっとだよね、超待ちに待ってた。いや、もう1話から、私はレオが推しメンなんですけど、1話からね出てきた。っていうか、もうめっちゃ楽しみにしてたから、ずっと。でも今やってるアニメでもう一個面白いのがあって、ね、ネットフリーでしか配信してない、ネットフリーだけかな、もしかしたらネットフリー独占配信かもなんだけど、
チっていうアニメ、チ、カタカナでチでもネットフリのランキング1位とかだった気がする。でまだ2話くらいまでしか配信されてないけどめっちゃ面白い。2話でもてか1話でなんかランキングで1位に入ってたからちょっと見ようと思って見たらもう1話でめっちゃ面白くて、ま、3話はねもう明日とかに配信だった気がするんだけど面白すぎて3話が今待ってる。多分ネットフリの1位にいる。隣の部屋ココちゃんですか。だって知りません。あ、ヒーローが隣だの、なんかヒーローがたまたま隣だったのを昨日見た。のりぞうさんハートありがとうございます。 Y さんハートありがとうございます。ちょっとくしゃみしそう。くしゃみしたらちょっと横腹 やった。一人部屋ですよ。コロナ禍になってからもうほぼずっと一人部屋。一回なんかの時に二人部屋一回だけ復活した気がするけどまたすぐ一人部屋に。あ、そう、チっていうアニメ、そう、児童説の話です。そう、なんか研究しててその宇宙、多分中世ヨーロッパとか、あんまり私あんま分かんないんだけど、それ昔の多分話で、舞台、昔が舞台の話で、でこう地球宇宙についてとか研究してると太陽は動いてるんじゃなくて地球が動いてるか、そういう研究をしてると罰食らっちゃうみたいな話なんですけど、神に反する、それはダメだみたいな。よく見たら見てください。タダタンタンさんだるまありがとうございます。よし、どう喋ってたらドーナツが全然進まない。もうちょいしたらランキング見ます。ちょっと終わってから食べよう。なんか配信中に食べるの難しい。なんか今なんかサラダとか食べたい。油ぎっしょだな、ドーナツって。まだ半分以上残ってるけどめっちゃサラダ食べてるね。入浴剤買うの忘れてた。さっきコンビニ行ったのね。こっちお風呂に入らなきゃなんだよね。明日はトークショーから始まるかな。私明日の私はトークショーしてからハイタッチ会だ。な感じ。明日はそうトークショーやるんだけど、HKT からは HKT からはアイリとカレンレンと一緒で、でも NGT さんとかもいるし、まどかさんも一緒なので楽しみます。お披露目からのファンで15日の公演東京から見に行きます。だって15日なんだ。逆上がりかな。顔が最近出てない。15、
ですよ。逆上がりだ。ありがとうございます。頑張ります。逆上がり。あ、今日この服写真撮ったからインスタか X にあげます。ということでランキング読もうかな。ランキング読みます。13位マリモさん、12位やすのりさん、11位タタタタタタ、11位タタタンタンさん、10位しみしみさん、9位なかさん、8位すけしげさん、7位たか06173、6位エントラスさん、5位二郎さん、4位 YK さん、3位福岡の福田さん、2位海賊さん、1位ただの魚さん、ありがとうございます。ランキングのみんなの名前見てて思ったけど、みーちゃん卒業発表しちゃいましたね。結構私勝負、いや結構しんどい、めっちゃ悲しい。なんか誰かの卒業発表であんな泣いたの久しぶり、初めてか分かんないけどめっちゃ泣いて、もうあのみーちゃん昼公演だったんですよ、みーちゃんが卒業発表したので、私めちゃくちゃ泣いちゃって、で帰って、昼公演だからもう終わって帰って寝ちゃったんですよ。で起きたら泣きすぎて多分めっちゃ鼻声になってた。でしかも全然治らなかったの、それが普通に寂しすぎる。しかもなんかみんなオカルト部とかももちろんあるけど、そうではなくって言い方もあれだけど、オカルト部ではなく普通に普段からめっちゃ仲良くしてもらってるからめっちゃ悲しい。そう、お出かけもいっぱいしたし本当に悲しいです。そう、でもチーム一緒なんで公演もまだたくさん一緒に出れるはずだから、周年もあるしね、とても悲しい、寂しいです。そう、みーちゃんがいなくなったらもうどうなっちゃうの私はって感じなんだけど、そう、明日写真撮ろう。じゃあそんな感じでお風呂にドーナツ食べて寝ます。お風呂入ってみんなで、あ、明日来る方はよろしくお願いします。ではまた配信するね、いつか。バイバーイ、おやすみなさい。またねー。バイバーイ。イエーイ、おやすみ。